伊豆半島に一足早い春の訪れを告げる河津桜まつりが今日開幕し、オープニングセレモニーが行われました。それでは、どうぞ。河津桜まつりは、河津川沿いのおよそ4キロに850本ほどの河津桜が咲く早春の一大イベントです。祭り初日となる今日はオープニングセレモニーが開かれ、地元の人たちが餅つきを行い、つきたての餅を無料で振る舞いました。桜はまだ咲き始めですが、県の伊豆農業研究センターによりますと、今年の河津桜は10日ごろに2分咲き、14日ごろに7分咲き、20日ごろに満開になると予想されています。河津桜まつりは今月29日までの1ヶ月間開催されます。